1970年代、NASA は太陽系のさらなる探索を目的として、いくつかの宇宙探査機を打ち上げました。パイオニア、ボイジャーといった探査機は、太陽系の外惑星を観測した後、太陽系の外縁を越えて新宇宙に到達しています。これら探査機を作った技術者たちは、可能性はごく低いけれども、地球外の知的生命体が探査機を発見して、どこから来たのだろうと思いを馳せることもあるかもしれないと考えました。そこで彼らは、地球と私たちの文明についての情報を伝えるものを探査機に取り付けることにしました。パイオニアに取り付けるため、情報は金メッキを施したアルミ板に刻印されました。それは人間の男女の姿を描写した絵と、太陽系の位置と太陽系の中の地球の位置を示した図などでした。ボイジャーには地球について多くの情報とレコードの再生方法を刻印したゴールデンレコードが搭載されました。レコードに収録されたのは55言語での挨拶の言葉と、こんにちは、お元気ですか？ダルティケバシヨキオールセナマシカール。Hello from the children of planet Earth. 雷、クジラの歌声、鉄道の音など地球上の様々な音声でした。その他、民族音楽やクラシックの名曲、現代のロックミュージックといった音楽も収録されました。中には人間の脳波などユニークなものもありました。レコードには116種の画像も刻印されました。数学、天文学、生物学の画像のほか、文明に関わる世界中のさまざまな人、場所、物の画像です。最後の画像には、当時のアメリカ大統領、ジミー・カーターのメッセージも記入されました。もしあなたが新宇宙にアルミ板を送るとしたら、人間の知識、文明をどのような例で表現しますか？